佐藤広報、それではよろしくお願いいたします。佐藤堀政であります。今私にとって一番気がかりなこと、それは安倍首相の集団的自衛権であります。憲法に戦争はしないとしっかり書き込まれているにもかかわらず、地球の裏側へ行ってまでも自衛隊をアメリカがする戦争に参加させる、それが集団的自衛権であります。ここに私は席に置いてきましたけれども、湯沢町遺族会が作った戦没者名簿、今日持ってまいりました。載せられている戦没者の数は合計234人、うち2人は日露戦争、日清戦争の戦死者ですから、残る232人が日中戦争、いわゆるセナ事変です、その後の太平洋戦争で亡くなった方々、前途優位な去年22歳から28歳くらいまでの方々、232名の名前が載った名簿があります。こんな悲劇を繰り返してはいけません。安倍首相は集団的自衛権を可能にする法律をこの5月の国会に提出する、そして会期を延長してまでもそれを通したいとしています。これは何としても阻止したいと私は思っております。私は選挙の後の最初の町議会で戦争立法反対の意見書を国へ挙げようという、そういう提案をしたいと思っているところであります。さらに安倍首相は国民生活を脅かすさまざまなプランを用意しております。例えば国民健康保険の運営を市町村から取り上げて県単位で運営管理をするという法律であります。湯沢町は一人当たりの医療費が県内で一番少ないのであります。町民の健康を守る事業をたくさんやって医療費を低く抑える努力をしてきているからであります。そのことで国保税は比較的低く抑えることができてきました。それが県単位の運営になると医療費をたくさん使っている他の市町村に引きずられて、湯沢町の保険料も高くならざるを得ないのであります。そうならないように湯沢のようなところの保険料には当然配慮すべきだと声を大にして主張しなければなりません。また介護保険の制度も変えられようとしています。介護の初期の段階の要支援1とか2と判定された人の介護を専門家であるヘルパーではなくてボランティアに任せてしまって、それにかかる経費を抑えたい、そういう制度にしようとしているんです。私はボランティアの皆さんが介護の仕事に関わることは大事なことだとは思います。しかし雇われているのではなくて善意で働くボランティアの皆さんに専門家であるヘルパーのような介護を要求するのは負担が重すぎるのではないでしょうか。要支援でもこれまでと同じサービスを受けられるようにすることが、要支援の人をより重度な要介護にしない上で大切なことであります。こういう国の悪性を防ぐ防波堤、それが地方議会の役割であると私は思うのです。私は小中学生の給食費を無料にする、そのことを提起したいと思っています。今小学生は給食費として年間52,600円、中学生は61,200円納めていますが、この納入に苦労している親がたくさんいます。これを無料にするために3200万円ほど必要ですけれども、県下で3番目の財政力を誇る湯沢町であります。財源が見つからないわけはありません。湯沢の子どもたちを町民みんなで育てる湯沢町にしたい、そう思うがゆえの提案であります。湯沢町議会を町長が提案する案件を承認するだけの議会ではなくて、議員が活発に条例を提案したり発議したりする、そういう議会にするために私も議員の一人として活動したいと改めて思っている次第であります。最後に新湯沢を引き続き発行していくことを皆さんにお約束をしまして、私の訴えを終わります。ありがとうございました。